コミエンソよろしくお願いしま す。じゃあ最後なんですけど、その上ですね、一番上の3トップ、はい、これ誰がいいのかなって思ったんですか。まあ、ネイマールちょっと放出説が出てるんですけど、うん、今、うんうん、まあ、僕はそれはないのかなと。そんなに大げさに報道されてるほど深刻ではなく、うん、でネイマールを出してディバラが取れてくるんじゃないか、うん、イベントその、うんうん、っていうのもあるんですけど、じゃあディバラが左サイドで輝くのか、うんうん、ってなるとちょっと未知数。ディバラも多分メッシと同タイプで逆サイドには置いてこそ輝く選手なので、うんうん、多分あの3人は残留で、多分、うん、ムニル、サンドロにやっぱり信頼を置けない分、多分4人目のフォワードを連れてくると思うんですのはもう確実だと思うんですけど、それは、うんうんうん、今結構一番有力視されてるのはセビージャの場面のフランスで。なるほど。で、ちょっとえ、カメル一見終わっただろうって思うかもしれないですけど、うん、今季結構点取ってて、で、あの選手結構カウンターにフィットしやすくて、今のバルサ、うん、結構ポゼッションよりもカウンター色が強くなりつつあって、うんうん、で、じゃあ点が欲しい終盤、うん、4枚目のフォワードとして入れて、うん、カウンターで裏に1本ボンって出たら、うん、そこで取るかもしれないし、なるほど、なるほど。し、もう一つガメイロの理由があって、うん、ヨーロッパ系の選手やっぱり、うんうん、こう南米の選手をこれ以上増やしてどうするのっていうのがやっぱりあると思うので、うんうんうん、ですね、センターフォワードがメイロで、ウィングを補強するとしたら、うん、あのセルタにいるカンテラのノリと、うん、スペイン代表でも彼の移籍はちょっと熱が冷めつつあるので、なるほど、どうなのかなっていうのもありますしね、うん、とあとあるとしたら、あの今季スポルティングヒューマンにレンタル移籍しているクロアチア代表のアレン・ハリロビッチ、うんうん、多分知ってる人は結構多分今見てると思うんですけど、うんうん、メッシみたいな、本当はもともとは特殊な選手なんですけど、うんうん、インサイドハーフで B チームで使って思ったよりフィットしなくて、うんうん、で今季スポルティングにレンタルで、ヒューマンにレンタルで行って、うんうん、右ウィングのレギュラーで1シーズン使われ続けてて、なるほど。で実際僕去年アトレティコ対スポーティングヒューマンのゲームを生で見に行った試合があって、うん、その試合に出てたんですけど、結構柔らかいタッチでこうスルスルっとこう抜けていくタイプの選手で、もうちょっとフィジカルが強くならないと、うん、ヨーロッパの上で輝くには厳しいかなっていうのもまだあるんですけど、まだ19歳の選手なんで、なるほど、彼が帰ってきたら面白いかもしれないですね。なるほどな。まあ、ウィングはその、まあ、若い、ね、選手に来てもらってですね。なるほど。その一時期ですね、ドルトムントのロイスが移籍するってなったんですけど、ありました、ね、ロイスはその仮に移籍したらピートしますか。ロイスはどうですかね。結構未知数なところがロイスもあるんじゃないかなと思いますね。し、彼は多分取ってきてもシーズン半分ちょろっとしか、うんうん、正直なこと言っちゃうと使えないと思うので、怪我が多すぎるのでやっぱり。ああ、まあフルでは使えないだろう。そうですね。し、やっぱりロイスクラスの選手を連れてきて、うん、控えを受け入れるかっていう問題もあるので。うんうん、多分ロイスクラスの選手は連れてこれないんじゃないかなと。なるほど、まあ、あくまでもあの3トップの控えを受け入れる選手じゃないととしてダメなので、 うん、うん、それがバルサ大前提なので、うん、そうですね。なるほど、そういうことなんですね。わかりました。今日はありがとうございました。トモーダー、シャトーご質問決中です。まあ、僕らに語ってもらえてのことがあればコメントください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。